皆さんこんにちは。 BTV モンゴル支局のセンディスリンです。モンゴルは夏らしくなってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしですか？今回の番組では、ここモンゴルで活躍されていた一人の日本人女性をご紹介したいと思います。公邸料理人として活躍されていた鈴木優子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、まずは鈴木さんにその公邸料理人という仕事について聞きたいです。どういう仕事ですか？公邸料理人とは、海外の大使館や領事館で大使に雇われてお料理を担当する料理人のことです。鈴木さんがモンゴルで3年間大使の公邸料理人として活躍されたわけなんですけど、モンゴルでの3年間の仕事はいかがでしたか？仕事は大きく分けて3つあります。一つは晩餐会や昼食会など、モンゴルと日本の関係を深めるお客様、VIP の方々 のお食事をフルコースでお出しするという仕事です。もう一つの仕事は1ヶ月や2ヶ月に1回ぐらい私の時ありましたが、50人から100人 の方々を招いてのパーティーのお料理を作ります。3つ目の仕事は、大使夫妻の健康を守る普段の日常のお食事を朝昼晩お作りするというお仕事です。健康志向 の本当にスポーツマンの大使に私はついたものですから、常にフレッシュな野菜をという要望がとてもありまして、いつも市場にフレッシュな野菜を探して駆け回ったという仕事でした。鈴木さんが今再びモンゴルに来ているんですけど、今回モンゴルに来ている目的は何でしょうか？今回私がこちらに3ヶ月参りましたのは、モンゴルの方向けにモンゴル語で野菜の本を出版するというためです。私はモンゴルの心の温かい人たちの中で大変有意義な3年間を過ごすことができました。そしてここを去る時に、みんな元気でいてねと思って、そしてそのために私ができることって何だろうと思った時には、健康長寿に大変知識の深い日本人として、日本の野菜の知識をお役に立てられないかなと思って、それを実現しに来ました。野菜について本というのはモンゴル人にはすごく必要だと思いますが、どういう内容の本に仕上がりますか？今回取り扱うのはモンゴル伝統の根菜類、それと抗がん作用など今注目のキノコ、その2種類を取り扱っています。そしてこの本の中で、お肉にはない野菜だけの効果というのを、大切だよということをお伝えしています。そうですか、とても面白いですね。やっぱりモンゴル人の私たちは肉のことは詳しいんですが、野菜についてあまり知らないので、せっかくなので専門家の鈴木さんにその野菜のことをいろいろ教えていただきたいんですが、こんな、今ですね、モンゴルは夏で野菜を一番育てている時期なので、ちょっと外に出かけて、畑にも出かけて、野菜について教えていただきたいんですけど、いいですか？もちろんです。一緒に楽しみましょう。おいしいはいつも幸せですから、そういうことで私たちは鈴木さんと一緒に町を離れ、野菜を栽培している畑へ向かいました。鈴木さんが野菜が詳しいのにはもう一つの理由があります。東京で生まれ育った鈴木さんが、実は18年間保育園の料理人として活躍されていました。子供が食べるものの内容を一番真剣に考える職場だったこともあり、野菜の栄養や使い方について詳しくなったといいます。その上、料理が大好きだったので、専門調理師が取る6種類の免許を全て獲得しました。料理や食材について知識が豊富な鈴木さんに、日本とモンゴルの野菜の違いや特徴などについて詳しく教えてもらいたいと思いました。とても興味がそそられます。
そういうことで鈴木さんの友達のモンゴル人の畑のところに来てますが、やっぱり鈴木さんに野菜についていろいろ聞きたいんですよ。で、あのモンゴルの野菜と日本の野菜って違いますか？どういう特徴がありますか？はい、昔採れた野菜はたった5種類と聞きました。あの玉ねぎ、人参、じゃがいも、キャベツ、それとちょっと日本人には馴染みないですけどビーツ、その5種類です。で、この根菜類、主に根菜類ですけど、これは本当に生命力にあふれていて全く違うと言っていいかと思います。モンゴルに来る前、私はあの料理のこと、食材のことをいろいろ勉強させていただいてました。その時に聞いていたのは、あの農薬、肥料、品種改良とか自然から離れた野菜というのは、あの長期に保存すると腐って溶けると聞きました。そしてあの育て方や品種など、あの自然に近い状態のお野菜というのは、あの古くなった時に腐るのではなくて枯れる、しなびるという話を聞いてたんですね。で、私はモンゴルでどんな野菜に合うんだろうと、種類が少ないって聞いていたので、あの楽しみにドキドキしながら来ました、はい、そうしたらこちらの野菜は生命力が強くって、その上を行ってました、枯れる上ですか？枯れる上です、はい、根を出す、芽を出す、子供を作るということです。あの冷蔵庫にちょっとあの入れといただけで、人参はボーボー葉っぱが生えてくるし、白い根っこが生えてくる、玉ねぎなんかもそうですね。それだけではなくて、じゃがいもびっくりしたことに、あの葉っぱが出るとか根っこが出る前に子供ができていたんですね。生命力というか命が強いだというふうに聞いたんですけど、なぜそういう野菜になっちゃうんですか、モンゴルの野菜は？それは多分この厳しい環境の中に生きてるっていうことが大きいかと思います。で、じゃがいもなんかは日本のじゃがいもとは全く感じが違います。あのキメが細かくて甘くてねとっとしてるタイプですね。今回私たちがお邪魔したのはアコアンスルンさんのお家です。現在66歳のお二人は定年退職を迎えてから都会生活を離れ、ここの土地で野菜作りを始めました。販売することより子供や孫たちに新鮮な野菜を食べさせたい、また自分たちの第二の人生を楽しく過ごしたいという目的で野菜を栽培しています。やっぱりモンゴル人は昔から肉中心の食生活だったんですけど、最近はよく野菜食べるようになって、タオちゃんさんみたいに自分たちで野菜植えるようになってるんですけど、その野菜はモンゴル人の野菜の使い方についてどういうふうに思いますか？ноон хэрэгдээ яах вэ? Бид нар ч угасаар нөгөө хүүхэд байхасаа л махгүй хоёроо идээд өссөн. Сүүлийн үед бол одоо бүхэл хэвлэл арай жоогоор ногоо биеийн цай, ногоо биеийн цай, ногоо төлхөө ялангуяа навчт ногоо сайн идгээд байгаа болохоо зэрэг бас тэр жишгийг дагсан юм шиг л тэгээд жоохон ногоо могоо тарьж энэ да. 野菜の魅力は何ですか?どういうところに幸せを感じますか?ер нь маш гоётой гоё, ер нь л их гоё өдөр болгон дандаа шинэ мэдрэмж авна. Өнөөдөр нэг байсан цэцэг маргааш хоёр болсон байх шишээ тий. Өнөөдөр нэг хариугүй жоохон байсан өгөрцөө маргааш том болсон байна. Тэгээд бодлоо зэрэг ногоо тарих бол ер нь их гоё. Өстой гоё тий. Янз бүрийн илүү дутуу сайн муу юм бодогдохгүй, зөвхөн ногоогоо бодно. Тэрнээсээ маш их аз жаргал авдаг. Сүзүкисанга кочираде кюри, зуккини, радишо итадайта уэ. Ясай но неги но хана мо мицукемашта. Нанто коно хана де料理の飾り付けをするだけではなく、美味しいので食べることもできるそうです。そしてせっかく新鮮な野菜がいっぱいできる畑に来たので、料理も作ってくれることになりました。今ホテル寄りになった鈴木さんと一緒にモンゴルのゲルの中に入ってきてるんですけど、はい、今から何をするかというと、もちろん、モンゴルの畑で採れた野菜でちょっと3分間クッキングしてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。何を教えてくれますか？あのじゃがいもが美味しいので、じゃがいもとツナの煮物、それとたたききゅうり、きゅうりがたくさんなってますよね、あれを美味しくいただきたいのでごま油で和えたいと思います。では材料のご紹介です。
といっても日本料理人として包丁は常に持ち歩き、あ、素晴らしい実は醤油も味噌も現地調達で手に入り、ツナ缶も持ち歩くというのは冗談ですけれどもそうではない、ここには信じてますここにある材料は、うん、全部モンゴルで手に入ります、うん、サラダの方は簡単にキュウリを使ってしますけど、うん、まだらに剥いてトン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 と少し切れ目を入れてから叩くと、こう叩き割っていくんですね。この叩ききゅうりと飾り付けをするのにズッキーニも一緒にごまだれで食べたいかなと思いますけど、いかがですか？すごい、コーテー料理人の飾り付きの料理ギルの中で作るというのすごく楽しいですね。じゃあ、あとジャガイモの方いきましょうかね。で、ツナ缶、使われるツナ缶はライトとかじゃなくて油がしっかり入ってる普通のタイプがいいです。これで出しときます。これ何分ですか？これは柔らかくなるまでです。20分ぐらいでできると思うよ。今回の番組では元公邸料理人の鈴木さんと一緒にモンゴルの畑に来て、モンゴルの畑で採れた野菜で料理を作ってみました。いかがでしたか？モンゴルの野菜についていろいろ面白いことを教えてくれてありがとうございました。私も大変楽しい経験ありがとうございました。манай гэр бүлд ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээ миний тарьсан өчүүхэн ногоогоор ийм гоё амттай үзэмжтэй хоол хийж өгсөн та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд маш гоё амттай байлаа. Гоё үзэмжтэй харагдаж байна. 今回の番組はいかがでしたか？皆さん、番組についてご意見ご感想があればこちらの宛先までメールを寄せください。それでは次回の番組まで、さよなら。さよなら。バイバイ。